皆様ようこそお越しくださいました。善喜と申します。今回ご紹介させていただきますのはバンダイさんの食玩エヴァフレーム01になります。新エヴァの劇場公開が待たれるわけなんですけれども、ちょうど今ですね、金曜ロードショーで3週連続でエヴァンゲリオン劇場版やってましたけども、皆さんご覧になりましたか？私も3週とも見たんですけども、もともと見たことはある作品ではあったんですけども、相変わらず Q を見るとはってなりますよね。で、今回はいわゆる G フレームのエヴァンゲリオン版ですね、が発売になったのでボックスで購入してまいりました。で、この状態ちょっと小さくて見づらくて申し訳ないんですけれども、今回第1弾につきましては全8種類の、これはボックス8個入りですね。まあさすがに8種類の8個入りなのでフルコンプされていると思いますけども、まあ、中身の方このまま見ていきたいと思います。ここテープでさっき切っておきましたけども、中はこんな風になっておりまして、ちょっとこれまた数字が小さくて見づらくて申し訳ないんですけども、1番2番で3番4番5番6番7番8番と全種類が1ボックス入っております。お好きな方はこの箱ごと買ってみてはどうでしょうか。で、この状態だとさすがに分かりにくいので、中から取り出して8種類の箱を並べてみたいと思います。中の8箱はこんな感じですね。では1個ずつパッケージのご紹介してまいりますが、まずは1番目、初号機のアーマーセット。まあこの紫色綺麗に再現されてるんでしょうね。で、背面側がこんな感じになっておりまして、フレーム後でご紹介するものと組み合わせて初号機が完成しますと。で、下の方には後でご紹介しますオプションセットの方にあります、この輸送台ですとか 440mm ガトリング砲とかをかなりダイナミックなポージングで持たすことができるようになっております。2番目が初号機フレームセット。まあフレームセットとありますけども、ここにありますようにプログレッシブナイフが付属します。反対側はこんな感じで、このガトリングを肩に担いだこの堂々とした立ち姿とかめちゃめちゃかっこいいですよね。3番目が2号機アーマーセット。このカラーの再現度も結構高いですよね。で、反対側がこんな感じになっておりまして、でこちらにつきましては、これも後のオプションセットの方にありますけれども、 S 型装備にしたものですとか、この専用の武器を持たせたポージングとかの写真となっております。4番目が2号機フレームセット、まあ、こちらの方ですね、この2号機用のプログレッシブナイフが付属します。で、反対側はこんな感じになっておりまして、まあ、2号機といえばこのダッシュって印象が私の中にもあります。かなりダイナミックなポージングが可能となっております。続きまして5番目が0号機カッコ仮アーマーセット。反対側はこんな感じになっておりまして、こちらのもオプションセットの方にあります銃とか輸送台を合わせた写真が載っております。6番目が0号機カッコ仮フレームセット。こちらの方はナイフではなくって付属するのがアンビリカルケーブルとなっております。反対側はこんな感じで3体揃った、この写真もかっこいいですよね。続きまして7番目がオプションセットへ。中身としましては武器セット1番と輸送台のグリーンカラーのものとなっております。武器セットが2種類ですね、武器が。で、このグリーンカラーの輸送台、反対側はこんな感じになっておりまして、 440mm ガトリング砲とかかなりの迫力じゃないでしょうか。そして最後8番目がオプションセット B、 内容としましては武器セット2と輸送台のグレーカラーのもの。先ほどオプションセット A の方には武器が2つあったんですけども、こちら武器が1個の代わりに2号機につけることができる、この S 型装備のものが付属します。反対側がこんな感じになっておりまして、 S 型装備をした2号機、輸送台のように2号機とにバシッと決まった写真となっております。ラインナップは以上8種類になります。では1つ開けてみて、中身こんな風に入ってますよっていうのをご紹介していくんですが、その前に公式サイトの方に注意書きが入れまして、一部説明書の中に表記のミスがあったということで、こういった正誤表がダウンロードできるようになっております。これパッと見た感じ分かりにくいんですけども、この赤い部分ですね、この左右の足ともにこれ表記が違うわけではなくて、この脚部のデザインですね、このレリーフというかこの模様の部分がちょっと逆になってたというようなことがありますので、皆さんも作られる時には公式サイトの方から PDF をダウンロードして確認してみてください。ではまあ順当に1番の方開けていきたいと思いますけども、こちらですね、パッケージの内側に印刷されている取扱説明を必ずお見くださいとありますので、パッケージはビリビリ破かずに、こちらのオープンとところ、あとのミシン目に沿って綺麗に開けた方がいいですよね。では早速開けていきます。まあそもそもこれ第1弾のようにナンバーこの01って番号を振ってますので、当然この後もそれこそ13号機とかきっと出てくれることでしょう。楽しみですよね。で、中身ですけども、じゃん、こんな感じで内側に印刷されております。で、まずはガムで、キットなんですけれども2袋ありまして、まずこちらが腕とかの部分ですね。で、若干だけシールがあります。こんな感じで。で、これもスタッフさんのブログに書いてあったんですけれども、これランナーになってますけど、タッチゲートだそうです。で、もう一袋の方が、この辺が、頭部ですね。
目のところ、細かいところまで塗装済みですね、この辺は。あとは胸部の周りとか、あとは肩とかのパーツですね。では他のも開けて、せっかくなのでオプションセットも使った上で3体のエヴァンゲリオン一気にご覧いただきたいと思います。何パターンかご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。ではここからキットの方をご紹介してまいります。まずはオプションセットの方を先にささっとご紹介します。まずこちら左側にあります、こちらがオプションセット A で、こちらがオプションセット B になります。で、共に共通してついておりましたのがこの輸送台ですね。色がこちらの方がグリーンカラーで、こちらがグレーカラーですけども、造形とかデザインは全く同じものです。で、こちらの方ですね、側面の方とかにいろいろピンの穴ありまして、今こちら3箇所にフックがついてますけども、これは好きなところにつけることができます。ちょっと内側は肉抜きながらって分かりにくいんですけども、同じ位置にピンが流れます。それぞれのピンのところに、まあ内である外である好きなところにフックをつけて、そこに武器を引っ掛けることができます。で、この真ん中にもここに軸が流れますので、先ほど回転台の方でクリアパーツの軸を使ったところがあったと思うんですけども、あのクリアパーツの軸は触眼ベースのものになります。あれを使ってここの部分とエヴァンゲリオン本体を接続して出撃シーンとかを再現することができるようになっております。で、オプションセット A についておりました武装ですけれども、まずこちらが、まあ、エヴァといえばのパレットライフルですよね。こんな感じで。カラーリングは成型色一色のみなんですけど、本当に細かいところまでレリーフが施されてますよね。で、もう一個こちらが 440mm ガトリング砲。結構ごつい武器ではあるんですけども、この完成した状態で入っておりました。初号機なり何なり持たせるとかなりかっこいいポージングが決めることができます。で、右側の方ですね。こちらにありますのが、オプションセット B の方のパーツなんですけども、まあ、輸送台は省略させていただきまして、まずこちらが、超電子要求銃っていうんですかね。ちょっと読み方間違ってるかもしれませんけども、まあ、2号機が使ってた武器ですね。防弾状のものとなっております。これにつきましては、この先端のこの両側の分ですね。これだけを組み立てる構造となっております。こちらの細かいところまでリリーフが施されております。2号機だけじゃなくて、初号機とか0号機、カッコ仮に持たせてもいいでしょうね。で、残りのこのパーツですけども、これが2号機につけます S 型装備のものになります。まあ、特にどうということはないんですけれども、後でご紹介します。エヴァンゲリオン本体と同じく、まあ、肩の後ろにこのボールジョイントで接続するんですけども、この肩のこの部分ですね、この黄色いところ、これが外側に稼働するギミックがありますので、腕の干渉を避けることができます。で、これちょっとシールが多めで、黒と赤のところとこのマークのところですね。で、反対側もそうですけども。で、あとは、
これエヴァンゲリオン本体の方もそうなんですけども、腕についてますパーツの先端部分のこの黄色いところ、これがシールとなっております。ではここから各エヴァンゲリオン本体の方なんですけども、まずフレームの方についておりました、まあ、武器でないのもあるもんですから、まあ、オプションパーツっていうところでしょうか。まずこれが初号機についておりました初号機用のプログレッシブナイフになります。この成形色のみですが、細かいところまでリリーフが施されております。でこちらが2号機用のプログレッシブナイフ、こちらもかっこいいですよね。こんなデザインだったんだって改めてじっくり見て思いました。でこちら0号機カッコ仮についておりましたアンビリカルケーブルの、まあ、根元の部分ですね、反対側にピンがありまして、スタッフさんのブログによりますと、食玩ベースの軸をここに接続して輸送台と連携させるともいいですし、この先端にですねニクロム線かなんかこうつなげるとよりリアルになるんじゃないでしょうか。でこちら0号機専用というわけじゃなくって、ここの背中のところのピンですね、この形状につきましては初号機とか2号機にもついてますので、そちらの方につけてもいいと思います。ではエヴァンゲリオン本体のをご紹介してまいりますが、まずは初号機こちらですね。G フレーム最近作ったのでわからないんですけれども、エヴァフレーム気持ちなんか G フレームに大きいような気がするんですよね。まあ猫背のせいもあるかもしれませんが、普通に結構なボリューム感を感じるサイズとなっております。で頭部とかこんな感じになっておりまして、ちなみにこちらのキット初号機だけじゃなくて2号機0号機、まあ0号機過去仮については若干違うんですけども、ベッドついておりましたシールというのは大体同じようなところです。この肩の側面のこのマークのところで、初号機であればこの先端のこの緑のところですね、ここの部分、あとはこの膝の黄色いところ、これ内側の方までぐるっとシールですね。ここがシールとなっております。0号機カッコ仮のみこのかかとのところにシールがありますけども、それは後でご覧いただきます。で、こんな感じになっておりまして、一応タッチゲートではありましたが、やはりニッパーとか、まあ場合によってはデザインナイフぐらいやっぱりあった方がいいかもしれないですね。では可動も含めて上から順にご紹介してまいりますが、まずは頭部。この細かい目のところが綺麗に塗装されてるんですよね。すごいですよね。で頭部につきましては頭部側と胴体側、この首の上下ですねが2箇所ともボールジョイントとなっております。上はここまで向けますし、下についてもかなり下まで向くことができます。続きまして肩、まず肩についてます。ここの部分ですね、なんていう名前か分かんないんですけれども、これにつきましては腕ではなくってこの背中側のここの三角のパーツ、これは軸接続なんですけども、その外側にボールジョイントで接続されております。なので腕とは別に、この肩のアーマーだけで外向けてみたり、こう前後にぐるぐる動かすことができます。こんな風に動かすのは不自然ですけれども、で先ほど2号機用の S 型装備でもご紹介しましたが、ここの肩の部分が肩アーマーのように外側に展開させることができますので、腕については肩の位置をこのままにした状態でも、水平方向まで持ってくることができます。この可動もすごいですよね。で、ちょっと一回これどけますけども、腕につきましては軸接続なんですけども、中に引き出しというか、前にスイングさせる可動がありますので、この状態から腕をこんな感じでかなり前に持ってくることができます。この可動を利用することによって、プログレッシブナイフを両手持ちいいなんてこともできるようになっております。で、ここの部分にロールがあってぐるぐる回りますし、肘についた関節1個ですけれども、ほぼ90度ちょいまで曲げることができます。手首についてはボールジョイント、ぐるぐる回りますし、角度も変えることができます。で手のひらの中にピンがありまして、ハンドパーツはこの開き手っぽいもの1個だけなんですけれども、このピンのところにプログレッシブナイフとか先ほどのパレットライフルとかを固定して持たすことができるようになっております。続きまして胴体につきましては結構可動が大きいです。まずこの上半身のすぐ下のところはボールジョイントで、腰の接続は軸で、この緑のパーツの奥のところがちょっとクランク状の、お分かりいただけますかね、下と上に軸ありまして、ここは可動となっております。当然ボールジョイントなのでぐるぐる回すこともできますけども、前に思いっきり傾けますとここまで上半身を下げることができますし、逆に反らすとここまで反らすことができます。まああんまりエヴァンゲリオンがこう姿勢よく立っているっていうのはイメージないので、前側に向けるというのは何の作戦だったかちょっと名前パッと出てこないんですけども、それぞれがあのクラウチングスタートするようなポーズ、あれを決めることもできます。頭部を上に向けることができますので、こんな感じで用意っていう時のポージングも自然に決めることができます。続きまして脚部。脚部につきましては股関節のところに左右の軸、先端がボールジョイントに接続されております。前にも、後ろにも大きく動かすことができますし、向きもここで変えることができます。ハの字立ちも可能です。水平方向につきましても、まあ真横まで行かないですけど、十分な範囲だと思います。で膝につきましては二重関節。ぐいっと曲げて正座できるぐらいまで曲げることができます。で足首につきましてはボールジョイント接続の前にこのグリーンのパーツの部分ですね、これも足首とは別にここから1本出てます軸の先端にボールジョイントで接続されておりますので、例えばかかとをこう後ろにやった時にちょっと前目にしておけば
少しこの部分の軸を隠すことができます。で、かかとにつきましては、ご覧いただきました通り、後ろここまで動きますし、前についても、これをどかしておけば、大きく動かすことができます。で、つま先部分につきましては、独立の可動がありますので、こんな感じで自然に歩いてるポーズとか、走ってるポーズ、地面を蹴ってるポーズが柔軟に決めることができます。まあ、G フレームの流れを組むエヴァフレームですので、可動がいいだろうなっていうのは当然分かってはいましたが、改めてこの細身でグリグリ動かすエヴァンゲリオンのキットになってみますと、このキットのポテンシャルの凄さっていうのを実感しますね。シールもありましたけど、本当枚数は少ないですし、貼りにくいところではないので、お好きな方はこの段階で完成させるんじゃなくって、スタッフさんのブログにはありましたけども、ホイールシールの余白部分の銀色の部分を切り取って、要所要所に貼ってみたり、あとこういったレリーフのところに墨入れすると、もっと重厚感のあるキットになるんじゃないでしょうか。初号機がこんな感じ。続きまして、2号機がこちらですね。基本的にデザインとかカラーリングは当然違うんですけれども、可動の構造については全く同じなので、そこについてはざっくり省略させていただきます。改めまして、この2号機の頭部も、この4つの目のところも綺麗に塗装されておりますよね。今後のこのエヴァフレームのキットの中でビーストモードとかも出るんですかね。個人的にはめちゃめちゃ出してほしいです。あ、で、ここの部分ですね。この部分がアンビリカルケーブルを差し込んだり、スタンドに立たす時の 3mm のピアノになります。あと、この2号機に限ったことではないんですけれども、塗装済みのパーツっていうのが、ランナーの状態で塗装されているせいもありまして、こういったゲート跡がですね、どうしても塗装が剥けてしまいます。まあ、今回私の場合、マーカー持ってましたけど、あえて塗らずにこのまま残しましたけれども、まあ、今後作られる方は、こういったところ、どうしてもゲート跡のところが塗装が剥けてしまいますので、ガンダムマーカーとかそういったものをご用意しておいた方がいいかなと思いました。2号機がこんな感じ。そして最後、こちらが、0号機、カッコ仮ですね。で、これが先ほどお話したみたいに、シールにつきましては他のキットと同じく、肩とこの手首と近いところ、この白いところで膝のところに加えまして、0号機のみ、このかかとの白いところ、ここがシール。ここだけが0号機でちょっと多いところですね。あとにつきましてはシールは全く同じで、特に貼りにくいこともありませんでした。で、0号機の頭部はこんな感じで、これも綺麗に塗装されております。単眼のところとか、頭頂部のグリーン、これメタリックでキラッとしてます。で、こちらも同じく、やはりこの太もものパーツとか腕のパーツは塗装済みのパーツなので、まあこういったところのゲート跡がどうしても残ってしまいます。まあこれもグレーとか、そういったマーカーがあると補修しやすいですよね。ちなみに同じように、こういったゲート跡は初号機でも残るんですけれども、初号機の場合は成型色なので、2号機の腕とか、0号機の腕もしくは太ももみたいに、塗装されたパーツでない分、初号機のゲート処理は割と楽です。まあ塗装なので仕方がないんですけれども、特に0号機についてはこのすねのパーツのところも塗装パーツなので、まあ今回のキット全部買ってゲート跡を処理したいなと思ったら、白とグレーのガンダムマーカーとかそういったものがあるといいと思います。まあ、そういった細かい補修というか、フォローは必要なところは多少ありましたけれども、まあそれを差し引いて考えても、この独特のエヴァンゲリオンの体型を1箱500円、2箱1000円、まあ、プラス税込みで1100円ってことですけども、それでここまで可動のいいキットとして発売してくれたっていうのは嬉しいところですよね。0号機がこんな感じ。オプションセットと飾ってよし、ぐりぐり動かして遊んでよし、そんな感じのエヴァンゲリオン新劇場版エヴァフレーム01はこんな感じでした。というわけで今回はエヴァフレーム01ご紹介させていただきました。まあ今更ですけれども、食玩の進化ってすごいなと思いましたね。まあもともとエヴァンゲリオン自体が汎用人型決戦兵器ということで、人間の姿を模したキットデザインではあるとは思うんですけれども、この大きさでほぼ作中通りのポージングができるのは素晴らしいと思います。ただ単に造形だけを踏襲するのではなくって、肩とか胴体のところとか、こういったところの可動についても非常に工夫が凝らされていて、本当にグリグリ動かすだけでも楽しめるキットとなっておりました。お値段的にも1個500円。まあ実際は2個買わないとできないんですけれども、それでも税込み1100円。このキットが1100円っていうのは結構お買い得だったんじゃないでしょうか。オプションセットの方も輸送代だけじゃなくって各種武器があったり、特に2号機については S 型装備があるので、2号機を買われる方はオプションセット B は必須なんじゃないでしょうか。エヴァンゲリオンがお好きな方、ほぼ人間並みの稼働ができる、おすげえと思われた方、店頭やネットでお見かけの際に、ぜひご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。